インターネット検索の大手 Google によると、 Google が提供するメールサービス Gmail の利用者数百名がハッカー攻撃に遭いました。攻撃対象の中にはアメリカの政府高官や中国の活動家もいます。Google によれば、攻撃の発信地は中国東部の山東省済南市。アメリカ政府はこれにどう対処するのでしょうか。Google は6月1日、Gmail の利用者数百名からパスワードなどが盗まれた模様と発表。中にはアメリカ政府高官や中国の活動家、ジャーナリストがいました。Google によれば、今回フィッシングと呼ばれる手段で攻撃を受けたそうです。フィッシングとは、銀行などと称して大量の偽メールを相手に送りつけ、その相手からクレジットカード番号など重要な個人情報を盗み出す方法です。最も典型的なやり方は、メール受信者を本物そっくりな偽のサイトに誘導します。そのサイトで相手に個人情報を入力させます。通常、この攻撃過程は相手に何の警戒感も感じさせません。今回の攻撃の狙いは、アメリカの軍事機密情報など重要なメール内容を盗み見ることだったと Google は指摘。しかし、この攻撃はすでに阻止し、影響を受けそうな関係者にも通知をしたそうです。これを受け、アメリカ国防省はハッカー攻撃を戦争行為としてみなす予定だと漏らします。アメリカの軍用機メーカー、ロッキード・マーティンも数日前、ハッカー攻撃に遭ったと認めました。ロッキードはアメリカの将来の武器、イラクやアフガニスタンで使用しているアメリカの軍事技術などの資料を保有しています。アメリカ国防省とロッキード・マーティンはこの問題で沈黙を守るものの、中国からの攻撃を疑う声はやみません。ワシントン・ポストなどは、これまでの慣例に基づき、ハッカー攻撃でまず疑うべきは中国だと容赦ありません。もしアメリカの重要なネットワークが攻撃にあったら、大統領は経済制裁、さらには軍事攻撃まで考慮すると、アメリカ政府関係者は声を強めます。BBC 中国語サイトによると、ドイツは今年、ハッカー攻撃に対応する防衛センターを設立する予定。ドイツ政府の報道官によると、ドイツ政府は近年、激しいハッカー攻撃にさらされています。2009年だけでも900回の攻撃を受け、2010年は前半だけで1600回も攻撃に遭いました。この攻撃の大半は中国からだと言います。去年、中国国内のハッカーは Google に対し大規模な攻撃を行いました。さらに中国政府はネットの内容に対し厳しい検閲を行い、広い反発を呼んでいます。新唐人テレビがお伝えしました。京城石开，捐助新唐人，了却您久远的中国夙愿。